プリョスの紋章、プリョスは、ロシアイバノボ州の古い町、ボルガ川の右腕に位置する。上流には、コストロマ、下流には木根島の港町がある。州とイバノボからは北東へ70キロメートル、すぐ西には、コストロマ州とイバノボ州の間の宗教が走り、対岸は、コストロマ州に属する。人口は2790人で、ロシアでも、最小の市の一つ。 プリオスの街並みとボルガ川12世紀の前半にはこの周辺に街があったことが記録から伺われるが1237年にモンゴル帝国のルーシ侵入で破壊され廃墟と化した。現在のプリオスは1410年にモスクワ大公国のバシーリー一世がモスクワやコストロマを守る国境の要塞として築いたことに始まる。 17世紀と18世紀には交易の町として栄え、特にアマなどの布取引が盛んだった。1778年には町としての地位を得た。1871年にモスクワイバのボカンの鉄道がボルガ川へ伸びたが、この時にプリオスではなく下流のキネシ島へと路線が伸びたため、プリオスの経済的重要性は陰りを見せた。 公益都市としての機能を失ったプリオスは19世紀末には夏の避暑地として開発され、モスクワなど豊かな大都市の市民らが長期滞在した。プリオスは人口も少なく経済、行政の中心としての機能を果たしていなかったが、1925年には市に昇格している。ソ連崩壊前の1989年の国勢調査では、 人口は4053人に伸びていたが、ソ連崩壊後は人口がまた減り、2006年の人口は2647人と推定されている。生新庄終身大聖堂プリオスは、ボルガ川沿岸の数ある町の中でも、こじんまりとして、絵のように、美しいことで知られる。生新庄終身大聖堂は18世紀末の、混流で、 イタリ製三社制度は1808年、旧聖主復活制度は1817年の、聖ワルワラ制度は1821年の建物で35メートルの高さの城がある。その他にも18世紀から19世紀にかけての石造りの昇華が残っている。町には歴史博物館や1888年と1889年に、 プリオスに滞在して絵を描いたイサークレビタンの絵画を展示する美術館がある。また、夏の間は演奏会や演劇などが数多く行われる。レビタンは多くの芸術家に影響を与え、画家のアレクセイ・サブラソフやオペラ歌手のヒョードル・シャリアピンらはプリオスを訪れている。プリオスには産業らしき産業はない。観光業が主産業でツアー客や保養客が訪れる。 ボルガ川クルーズの寄港地にもなっている。最寄りの鉄道駅は 40km 南西にあり、町までは車かバスで到着することになる。ありがとうございます。